近藤健介も大活躍。その中で4球目、でもこうチェコは日本代表相手にその先発ピッチャーのサトリアが、里崎さん、本当にいい内容で投げ続けましたよね。いや、素晴らしいピッチングでしたよね。一回りは打ち破れましたもんね、明らかに。ヌートバーも近藤も下がった状態、ベンチで笑顔で見守る中、